My Tesson. あと2時間ぐらいちょっと頑張りますね。さすがに3回連続無理だなっていう、体力持たねえなっていう感じでした。モフさんとおじやんのゲーム実況始まるよ。今回は15初見実況、ギントからネクロードと決着なるか、幻想水ポデンアイアイ TSTRETRO レトロゲームになります。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch、 アーカイブや動画は YouTube、 モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、 Twitch や TikTok のフォロー拡散などお願いします。うん、OK、 始めます。コアモフさんとおじやんです。本日もよろしくお願いします。幻想水ポデン 2PSP 版やっていきます。前回はミューズに行って、ですね、上位と、再会したっていう感じですね。だけどまあ上位は和議を、和平を結ぶ約束ではなく、ですね、こちらに、はい、王国に、入ってみないかっていう流れでしたね。入らないかっていう流れでしたね。で、カラエ君はそれを、拒否しまして、そしたら、まあ、ですね、攻撃されるような流れですね。まあ、攻撃はされてないんですけど、されそうになったところ、ビクトールが止めて、あとですね、ピーカが、出てきて、あれですね、あれですね。上位がとどまったっていう感じですね。で、逃げて、結局逃げたの後に逃げて、ピリカは残っちゃったんですね。ピリカは、上位のところに残ったっていう感じですね。で、あとのメンバーで、逃げましたと。で、戻ったら、その後に、ネクロードの件の話が出てきて、まあ、ティントまで来たっていう感じですね。はい。で、今回はその続きからやっていきます。まあ、ゾンビの話が出てきたんで、本当にネクロードが出てくるかまではわかんないですけど、まあ、おそらく出てくるだろうっていう流れですね。ビクトルも来てるんで。で、重要な選択肢がここであると思うんで、今回に関しては、下を選びます。で、上の選択肢に関してどっかでやるっていう感じですね。まあ、はい。まあ、このセーバー残しておきますね。これどこだ？ここに行けばいいの？うん。はい、リドリーさんですね。おはようございます。カラエ君殿、シュードの命令で軍を率いてまいりました。なるほどね。カラエ君殿は、州軍師より、軍師として、リドリーの助けようにお付き合いしてもらった。あ、クラウスが来た。いいっすね。いや、サブ軍師もいますからね、今。クラウスというね。カラエ君殿は、アッシュラの途中で、こういうに会って合流しやした。一緒に戦わせてもらいます。カラエ君殿は、昨日はよく眠れましたから、しかし、よくこれだけ集まったものです。まあ、ティントン士兵と、チャーシューメン軍、東流山の三兄弟、それにミューズの、お父さん。もうどうした、リー。お父さんって。あ、俺の可愛い一人娘だな。お父さん、みんながね、化け物が来たって。怖いば、お化けがみたいなのが来たって言ってるよ。来たけ。お父さん、追っ払ってよ。こっちが先になるのかな。よし、お父さんに任しておきなさい。どうする？戦争みたいな感じにならないんですか？化け物っていくぞからね。ああ、やっぱ、まずは戦争じゃねえんだ。なるほどね。どこに行けばいいの結局。あ、
あれさ、ここどこに消えた？やか、入り口の方に消えへんすか？パッケが出たよ、つって。パッケイコール鉱山じゃねえのかな？あ、そこに集まってますね。集まってます。来た、ネクロードだ。来ましたね。いや、早速出てきたね。おはよう、ティントシの諸君。おはよう、師匠、グスタフ。おはよう、皆さん。今日は天気も麗しく、私の最高の気分です。やはりお前か、ネクロード。おやおや、これはこれは。あなたもしつこい人だ。てめえ、なんだって王国に力を貸してやがる。力を貸す。王国に？いえ、そんなものとは関係ありません。ただ私はこんな、山、参加に、素敵な、私だけの王国を作ればいいのと考えているだけです。というわけで、グスタフの市民諸君、あなたたちは出て行ってください。もちろん死者になれば私の王国には残りますけど。あ、すげえゾンビがいますね。わ、ティーン都市を死者の王国にするなと許せるものか。話のわからない人ですね。あまりは私は、この、王国の入り口を増やしたくないのですが、強情はあるのでは仕方ありません。正面から戦いにて攻め取りましょう。はあ、待ち上がれ。おのれ、おい、お前ら、やったら生かし返すな。いや、もう死んでるのか？どっちでもいい、ギタギタにしてやるぞ。えい。え、ゾンビなんかに負けるかよ。たちのティーン都市を潰すだとふざけた後、お父さん怖い。オースマンリー、これは何事ですか、グスタフ殿。王を戻られたか、ジェストにハウザー殿、いかがでしたか。兵士たちは集められましたか。グリーンヒルとミューズから逃げ止めていた士兵たちと死を持つ市民たちを含めてほぼ5000ほどの兵士を集めるに成功した。しかし報告のために戻ってみよう。いつの間にかカラー軍たちがここに座っている。これはどういうことですか。カヤ君殿はチャーシューメン軍のリーダーとして我らティーンと共に携わってくださると約束してくれた。何をおっしゃいます？チャーシューメン軍ですと。騙されています。なんだと、それはどういう意味だ。こいつは都市同盟の人間じゃない。我々はこんな目に遭わせたハイランドの回し者だ。チャーシューメン軍のリーダーなんて何を企んでるか分かったものか。エメージして何を証拠にそんなこと言ってる。カヤ君がどの夢に会ってきたのも知らない。そうだよ。私たちは別に好きで。証拠だと。ああ、証拠ならあるさ。俺は見たんだ。ミューズが落ちたあの時、こいつはアナベル様の殺された部屋にいたんだ。こいつこそアナベル様をその手にかけて、いや、上位だってかけて。いや、上位だっつって。そうか、こいつここにいたやつですね。アナベル様、王国軍が野心をかけてきました。アナベル様。これは。貴様は何をしたの？これはどういうことだ？説明しろ。バカ言うんじゃねえ。そんなわけあるか。カラヤ君のアナベルを、カラヤ君言い訳できるか。あれは上位が。これで下を選ぶって流れか。友人に罪を被せるのか。大したリーダーなの。ジェスのトゥーリバーの将軍として言わせても、これ以上我らはリーダーを侮辱することは許しませんぞ。うん。失礼する。いいんですかね。違うな。この選択肢じゃないっぽいな。違うんかい。ああ、そうですね。ああ、じゃあ、このタイミングでテーブルポイント取っといた方がいいですね。目標を悪くされたのですが、カラヤ君、ジェストも頑張っているんですよ。それも今、ネクロードを迎え撃つ作戦を立てましょう。いや、まだ。なんだ、あの野郎、偉そうに。やっぱり街のやつは行けつかないやつが多い。そのジェスの件は話した方がいいんですかね。よくわかんないですね。これか。いつ戦いが起こってもいいように装備を整えておけ。承知しました。
すごいのできたね。平均ハウス。かわいくん。え、7人をやる気？そのつもりはない。だがな、カラーリ君、俺はお前を信用してはいない。アナベル様のこともあるが、それ以上に。都市同盟を救うのは、都市同盟の人間の手で行うべきだ。俺はそう思っている。サウザーか。平均サウザーはサウザーでした。何を、ベイダー。この状態セーブしましょう。これ、外出れますよ。外出れれば OK ですね、この時点で。あ、出れますね。いや、思った以上にこのイベントが長かった。面白いですね。モフおじです。やっぱりゲーム実況チャンネルへようこそ。レトロからちょいフルや最近のゲームまでやりたいようやってます。応援してくれる方いましたらよろしくお願いします。はい。4番にしておきましょうか。4番にしておきましょう。この状態でシナリオを進めていきましょう。そうだね。では話の続きを、ネクロードが攻め込んでくるとすれば、うう、すっかり日も暮れちゃったね。でもあれだけ話し合ってほとんど何も決まらなかったし。それではカラグン様、そろそろお休みください。村田さんの言う通り、早く休もうよ。2階に行けばいいのか。ん？あなた誰？私はナナミ。あなたは確かリリーちゃんだよね。違うわ、リリーちゃんじゃないもん。リリーだもん。リリーは子供じゃないもん。どういう設定なの？そっか、じゃあリリーは何をしてんの？あのね、お父さんを探してるの、どこ行っちゃったのかな？リリーはお父さんのこと好き？うん、大好き。お父さんね、とっても強いのよ。リリー、お父さんを探しに行くね。なんかピリカちゃんのことを思い出すね。元気にしてるから大丈夫だよね。ジョージがいるから。ねえ、カラエ君。うん。やっぱりいいや。いや、なよ、結構思うとこありそうっすね。じゃあ、明日はちゃんと起こしに来るからね。おやすみ。これ、夜になったってイベントでいいんですか？寝る前にナナミの部屋を訪れる。ナナミの部屋ってどこで？うわぁ。ここですか？これだ。まあ寝てなかったのかな、あいつ。静かだね。夜ってこんなに静かだったのね。このところ戦いばっかり。ジェスさんの言ったことどう思う？私たちってどこの人間なんだろうね。アイランドではみんな良くしてくれたけど、どっか予想しちゃった。あの頃不思議でしょうがなかったけど、今なら理由わかる気がする。幻覚じいちゃんが都市同盟の英雄だったなんて今でも信じられないけどね。そしてハイランドを追われて都市同盟に来て、でもやっぱり私たちは都市同盟の人間でもないし。ねえ、カラエ君。やっぱりいいや。いや、やっぱり行っちゃうわ。カラエ君、もうこんな戦いなんかやめろよ。カラエ君は戦わなきゃいけない理由なんかないよ。だって、腐って、傷ついて、武器を振るって、人を殺めて、そんなことをする理由はないよ。どうして、どうしてカラエ君がもっとふさわしい人がいるの？ビクトールさんやフリックさんやシューさんやリードリー将軍やフリードさんや。カラエ君が戦う必要なんかないよ。このままじゃ、このままじゃ、カラエ君とジョイは。この選択肢はなさそうですね。僕は必要とされているから。でもでも、カラエ君じゃなきゃいけないの。カラエ君も私もただの子供で。
こんな戦いがなかったら、カラエ君とジョイも少年兵の兵役を終えて、あのグリーンヒーの学校みたいなところに行って、明日死ぬかもしれない。なんて心配なんかしなくてもよくて、もうやだよ、やだよ、やだよ。カラエ君が死んじゃったらどうする。幻覚じいちゃんもいない、ジョイもいない、それなのに、それなのに。これででもないっすね。そうかもしれない。ねえねえ、カラエ君、どっかさ、遠いところ、ハイランドも都市同盟も、聞いたところないところまで逃げようよ。なんとかなるよ。いや、お姉ちゃんがなんとかしてみせるから。どっか静かなところで暮らそうよ。ほとぼりが冷めたらさ、ジョイも連れ戻しさ、暮らそうよ。昔みたいに、じいちゃんがいた頃みたいに、カラエ君とジョイが。これかな？これですかね。これです。これを下を選びます。でもやっぱりダメだよ。ちょっとそうだよね。うん、分かってたよ。実はこれ下を選ばないとね、いろいろ多分問題が出てくる。シナリオが分かれるプラス、いろいろ問題が出てくるっぽいんで、こっちでいいと思う。あ、でもここはまあいいのか、気にしなくて。良さそうですね。ベーラ、ああね、びっくりした。嘘だよ、嘘。いやー、これすごいっすね、この選択肢で変わるっての。嘘。だってこれ、並びの部屋に行く必要もないですからね。そのまま寝ることもできますからね。そうだよね、みんな、頑張っているのに、みんな辛いのに、私たちだけは逃げちゃダメだよね。立派だよ、カラエ君。うん、お姉ちゃん鼻が高いよ。さあ、朝も早いからね。明日も早いからね。朝からあのいがみ合いの続きからするかと思うとげんなりするけど。ほら、早く自分の部屋に戻って休んだ。わかった。暖かくして寝るんだよ。おはようからやくん。ほら、起きて起きて、しっかりしないとね。離脱してんじゃねえか、完全に。なんか、あれか、選べんのかな、パーティー。よう、今日は早かったな。あとはジェスト・ハウザーだけだ。グスター様、大変です。ジェス様。想像しい、何事だ。ジェス様は兵を出陣させています。うわぁ、めんどくせえ。なんだと？いやぁ、ジェスはめんどくさいっすね。てん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 。ってことは、入り口の方に行けばいいな。これは何事だ、ジェスの。こちらから撃って出ます。死者の群れは、ネクロードの術によって荒らされています。多分、ネクロードを倒せば敵は一気に壊滅します。ネクロードの居場所が分かっているのか？もちろんだ。かねて同盟軍再結成のため、あちこちにスパイを放っていたのだ。多くに捕まえ、命を落とした者も多かったが、みんなミューズのために戦ってくれた。その中の一人がネクロードの居場所を調べ出してくれた。それは間違っていたらどうするんだ？我がミューズに忠誠を尽くしてくれた男が死をかけて伝えてくれた情報だ。間違っているはずがない。バカやら、そんなの当てになるか。ハウザー、死因の合図を。全軍それより死因。狙いはネクロードのみ。いやー、これ、あんまいい結果にならなそうですよね。ハウザーとミューズの名称たるあなたが、その作戦が危険な賭けであることぐらい分かってるはずだ。ああ、なんか命令を従えるわけにはいかない。何故そこまで、ハウザー。俺はミューズの軍人だ。アナベル様は存命しておらず、次の師匠が決まらない以上、ジェイスの方が師匠代行となるがミューズの方だ。ミューズを失わない限り、ミューズの方もまた失わない。軍人は市場で行動すべきではない。戦いが命のやりとりがあるでしょ。俺は法以外の理由で軍人として行動することはない。それがあなたの命を。結果になってますね。命か。そうだ。
ジェスドンは早まったこと。5000の兵力だけではネクロドの軍勢は突破できません。こうなった以上我々も支援すべきでしょう。だがジェスの友情法を間違ってたらどうする。ジェスドンが敗れたネクロドは新たに5000の死者の兵団を得ることになる。そうなれば我々に勝ち目はない。そうだね。確かにそうだ。ジェスドンの家系に乗るしかありません。ムザムザハウザードも死なせるわけにいかん。カラヤクの我々は軍を率いてジェスドンの後を追います。あとはこの地に留まり、チントの守りを固めてください。ビクトールさん、カラヤクどうも頼みます。死ぬ気かよ。この気はありませんが、ミューズの兵士たちを我々に増進したとあれば、チャーシューメングにとっていたのです。よし、こういう、俺たちも行こうぞ。へい、兄貴。直将、ジェスの言ってた情報は正しいことを願うしかないな。いやー、すごい展開っすね。ジェスのやつに早まったこと。モフおじです。ゲーム実況チャンネルへようこそ。レトロからちょいフルや最近のゲームまでやりたいようやってます。応援してくれる方いましたらよろしくお願いします。はい、今度はここに、トパキエース、ここまで全力しますよ。市内の周りお願いします。なるほど。こう2人しかいないんで、やっぱこの中でイベントを発生させるってことですね。ちょっとよく見たらその左側行ってないですね。完全に忘れてましたよ。こっち何でしょう。ああ、ちょっとね。ああ、こう家普通にあったわ。なんだよ、ここ。いや、こんなとこあったんかよ。まあ、気休めだけど、あの人も無事に。ミクロードが好きそうな場所ですね。私はここで掃除のアルバイトしてる。神様のいるところは汚れた、うん、こんなに客が少ないんじゃ新刊さんも大変で。え、吸血鬼。この辺怪しさ満点ですけど。鍵やか。ここは鉱山の安全を願って建てられたのが、まあこんな奴らばっかりだ。AI に来る奴は少なくて。じゃなさそうっすね。鉱山の方行ってみますか。じゃあ いた、これですか。ねえねえ、どうしたの、どうしたの。なんでもラフ版があったらしいんだ。それで何人か中に入ったのが誰も帰ってこないです。ガスでも出たんだろうか。帰ってこないってのが気になるね。行ってみようかな。大丈夫なのか。あんな下に寄せ集め敵じゃないっす。さて仕事しよう。今日は新しい共同を救うことになってるから、早く始めて。よいしょか。こういけるってこと。ああ、来た。さあ、こっからダンジョンになってる感じですね。ちゃんとしなきゃ楽なんですけど。闇のマント。ちょっと待って、二人しかいねえじゃん。いや、ちょっと待って、これ無理だよ、絶対。まさかの二人じゃねえけど。
あ、あれは来たね。あんたはネクロードだよね。なぜこんなところに。ヒントの地下にいくつも行動が掘られている。その一つを使ってここまで来たのだよ。ジェスとかいうことはミューズの元兵士を集めてくれたので、何かスパイを紛れ込ませたのさ。やっぱりそうですね。ちょっと脅して金を与えれば簡単に協力してくれましたよ。まさに人間で薄汚いけど。うわ、もう完全に騙されてますね。死体にならねば真の価値はできませんね。やっぱりあれですね、ビクトルが正しかったんだ。じゃあまさか。あなたは確かチャーシュー麺軍のリーダーカラエ君は死者の軍勢を一位に加えてあります。そんなことはさせない。バトルになるのか。無理だよ、二人じゃ。どう考えても無理だと思いますけど。いやー、まず普通に殴ってみましょう。ダメージが通るかどうかっすよね。通んねえし。いやー、これはイベントバトルっぽい。でいいのか、生きないとダメなのかってのをちょっとやってみないと。当たんねえ。一発も当たんねえ。まあやっぱビクトルがいないとダメですね。やりますね。しかしこんなところで手間取っているわけにはいけません。そろそろ気づくはずですからね。まあ、紋章の力を見せしましょう。100人の血が必要な魔法ですからね。ありがたく思ってください。我が月の紋章、100人の血と100人の命を捧げ、いざ至れと青き月の呪いを、彼の敵を歌う。逃げようカラエ君。もう遅いわ。命ある者がこの呪いを逃れることはできん。これ受けんの？うわあ、すげえ展開になってきたな。カラエ君がネグロの能力者。嫌だ、ダメ。なんだと？我が呪いを弾くと。これは真の紋章の力か。逃げよカラエ君。逃がす。ああ、なるほど。真の紋章で守ったのか。なるほどね。盾ですもんね。いやいや、こっちはアウト。いや、しかもエンカウントしてんじゃん。めんどくせえ。ちょっと待って、これ無理だよ。いや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 、ちょっと危ねえ。回復してねえ。いや、ちょっと待って、一応回復しときましょう。怖いわ。紋章の波で、ミス。ゲーン。あ、味方だからか。なるほどね。じゃあ、こうやっていいや。え、さすがにエンカウントしねえと思いますけどね。二人しかいないんで。嘘？そうそうそう。うわー、ちょっと、いやー、ゾンビになってんじゃん、もう完全に間違い。逃げなきゃ逃げなきゃ、カラエ君行くよ。ん？カラエ君？カラエ君、カラエ君、どうしたのカラエ君。あー、呪い聞いちゃったんですかね、さっきの。カラエ君、大丈夫だよ、大丈夫だよ。絶対お姉ちゃんが守ってあげるからね。うわー、すげーシーンですね。見えぬし、長所。上位か。ふぅ、うん。また力が。急がないと。上位お兄ちゃん、大丈夫？苦しいの？大丈夫だよ、ビーカー。僕は大丈夫だ。上位も紋章の力に苦しめられてるっていう。大丈夫だから、カラー君。大丈夫だから、大丈夫だから。ね、目を開けて。
ん？気がついたみたいだぞ。ほんとほんと？お、かつした？ここは？ここはティントの南のクロウの村だ。しかも眠ったままだったんだから。カラヤ君殿の無事なの何よりだ。しかし俺たちにティントはネクロウの手に落ちてしまった。撃って出た軍も散々だってことで、クラウスとリードリーはなんとか逃げ出したみたいだが、ジェスとハウザーは行方知れずだ。そして俺の娘もリーも行方不明に。ビクトルか。うん。これ三人で行くって流れですか？うわぁ、三人しかいねえ。いやぁ、しんどいっすね。しんどいよ。こうしときましょうか。うん。リーグはなんだか急に慌ただしくなった。いやこれ一回戻れればいいんですけどね。モフおじです。モフさんを抱っこするとほっぺたを噛まれます。意地悪です。ヒントをして多くの方がこちらにいらっしゃいます。これは妖怪？あれレオンのサインだ。あ、違う、レオンのサインだ。あーよかった。いや、いいとこにいますね。じゃあ、バレリアさんと、このメンツはね、さっきと一緒でしたね。はい。もう一人誰？いや、すぐ忘れちゃうんですよね。オーラルだ。体もう大丈夫ですか？あれ？これリードで話せる？何より、カラエ君の方が無事でよかった。いや、それしっかりパーティー6人にしないとダメなんでしょ。いや、で、どうせ、これティートに行くって流れでいいんですか？久しぶりです、ミクトル。カラヤ君どうも久しぶり。ハーン？じゃねえか、お前のネクロードって、ああ、そっか、ネクロード一時期いたやつだ。なるほどね、はい。まあ、そういうことになりますかね。いや、ネクロードの魂を封じる方法を追ってたのことが正解、正確です。魂を封じる？私は結界を作り、あなたが精神圏でネクロードの体を砕いても、魂を封じなければ再生するかもしれないことが分かりましたから。その方法っていうのは？方法というか、その力を持つ相手を見つけました。その方もネクロードを追っていて、今はここの、村にいます。私もその後を追ってきたんですが、ティントはネクロードに落とされた時、あなたたちがいるかもしれないと思ってここまで来ました。そしてまずはその力を持っている愛しとやらに会いに行くぜ。ただし、気難しい相手らしいから、くれぐれも怒らせないでください。ここの村なら、ここを出て南に行けば済むはず。カラヤ君、ゾンビどもをいくら倒してもネクロードがいる限りすぐに蘇る。今、カーンの家を相手に会いに行く。あ、こっち。こっちこっち。変える必要ないです。戻れるんですかね。戻るんであれば戻りたいですけど。戻れんのかい。戻れんのかい。じゃあこれでここに向かっちゃいましょうか。ああ、さっきも青い。はい。ヒントの村が吸血鬼とゾンビの手に落ちたっていうじゃねえか。お前も奴らの仲間なんだ。そうだそうだ。だいたいここで何をしてるんだ。一日中宿の部屋にこもりっきりで。いやいや、なんとか言いやがれ。
おい、待て待て、何のことだっていうのか。どきやがれ、このアマは奴らの仲間なんだよ。アマ喋れてるから大丈夫っすよ。そうそうだ、あの青白い顔の女は怪しすぎるぜ。青白い顔の女？やめろ、大人いないぞ、こんな少女。少女。わらわは誰だと思ってるんじゃ。おっしゃるな、わらわかにはひよっこ同然じゃ。うわぁ、そういうキャラなんすね。おんしらが騒ぐから眠りを覚まされるが、その償いはしてもらうぞ。わあいや、怖いタイプですね。ひえうわぁ、全くただでさえ手不足だっていう。か、もしかしてこいつは？ええ、そうです。チエラ様ですね。なんじゃ、むしろ。ほら、眠いのじゃ、ようなら手短にや。私はネクローズを追っているマリー家の者です。おう、ヴァンパイアハンターか。人間のくせに物好きな奴なんじゃ。シエラ様はネクローズを追っておられるのでしょう。あやつへの、盗み去った月の紋章を取り戻さねばならぬからな。しかし、力を合わせるという目にはいかぬ。人間などただの足でまといじゃ。人間じゃねえの。吸血鬼なのか。よく言うものだ、吸血鬼。紋章は、真剣。なぜこのようなところに。何、腐れ縁があってな。しかし、お前まで人の里に降りているとは、すでに隠居したと思ったんです。人に使われ剣などに身をやつしている恩師に言われたもない。シエラ様、ぜひ我々のお力を貸してください。ならば試してくれよ。恩師らは足手まといにならぬと分かれば共に連れてってやるぞ。どうするから、相手。分かった。ほほう、勇気のある子供じゃ。うわあ、戦うんだ。ちょっとね。ぶっ飛ばしていきましょう。いや、強えな、せん。いや、この時点でアイリーが一番強くなった。メジャー通ってるんで、おそらく倒せますね。あ、雷のやつやってくるんでしょ。全体範囲です。通常攻撃。あれ？通常攻撃やってきましたね。いや、これだと全然大丈夫ですね。もう一回行きましょう。ダメージ通らないっすね。雷もっと通らなそう。200個やったかなりの耐性がある。お、変わった。これで終わりかな。続く。あ、終わったね。少な。白い子も珍しいタイプ。もう人間のくせにここまでやるとの恩師の名前は？あらやくんよろしい。恩師をわらわの第一の従者としてやろう。マジか。あ、ありがとう。おう、さあ、ネクロの元へ案内せ。
とにかく黒の村に戻る。同行者かパーティーに入ります。いやー、同行者でお願いします。ストールがいれば多分十分だと思うんですね。で、この状態で、やぜやか。で、止まっちゃうか。いや、そっち経由から来たんじゃないですけど。クローンから来たんですけど。で、セーブを開ける感じですね。モフおじです。結構雑なタイプの人間だとは思うのですが、朝夜のモフさんのご飯をあげるのを忘れたことが今のところ一度もありません。奇跡ですよね。はい。いやー、いますね。いや、これ倒してもいなくならねえんじゃねえの。一応倒してみましょう。こっちやな。ダメっすね。ダメっすね。ゾンビは死なないってやつです。さっきの村長の家ですね。うん。戻られましたか、カラル君の。こちらの方は、ああ、こいつは。私はシエラと申します。旅の途中だったのですが、女一人旅、同席のね、追われていたところ、こちらの方にいます。急に言葉が丁寧になったので、助けいただいたものです。それは大変でした。あなたもこちらの方々の仲間ですか？お名前は？クラウスと申します。すげえ近寄ってる。これタイプなんでしょうね。まあ、素敵なお名前ですけど。私は州軍司への報告をまとめなければいけませんので、失礼。逃げた。ほほ、かわいいこと。前途の有望な若者をたぶらかすね。さて、わらわ使えた。眠いぞよ。私も休ませてもらう。それじゃあ、お休みから行く。会話していきましょうか。なんじゃカラエ君、何用事や。シエさん、なぜネクロード？そうじゃの。人間の里から遠く離れたところに我らたちの住む地がある。月の紋章に呪われた種族、お前らの言う吸血鬼じゃ。しかし我らたちとは常に、人の血を、欲しているわけではない。魔力を求めなければ。月の紋章が集める夜の、聖域だけで十分なのじゃ。しかし、金を犯した者がいる。それがネクロードじゃ。奴は里に伝わる月の紋章を自らの欲望のために盗み出した。うん。里に残った者には二つの方法しかなかった。人を襲い、血をすするか、静かに死を待つかだ。何人かは自ら中級生死になることを選んだが、多くの者は、のまま死んでいった。
悲しかったぜ。我が子たちがみんな死してきて見るのは。うん。そして呪われた我が身を恨んだ、始祖であり、死ぬこともできる我が身を。月の申しは取り返さねばならぬ。これ以上、やつめのさらればすぎにはいかんから、失われた魂を戻らぬか。さあ、気が済んだなら帰って眠るがよい。ね、そういう事情があるんですか。結局、月の申しをどうにかしないとダメなんでしょうね、最終的に。カラヤくんジョイ、それ食べちゃダメ。どうしました、カラヤくん。夜も十分来ましたよ。母さんはなぜ寝苦労。そうですね、父、そして祖父の仇ですね。いや、多分それだけではありません。もうすでにネクロードとアスに私の存在する意味をも慣れかけています。私の反省はネクロードを追うことに費やされました。人は誰でも自分の人生に価値を見出そうと苦しんでいます。そしていつかはその答えを出す時はやってくる。ネクロードを倒した時は私にとってその時なのでしょう。そんなところでいいですか、彼君。うん、ありがとう。ヒントを合わせて多くの方はこちらにいらっしゃってますけど。おや、妖怪。できるんだ。誰が外れたんだ、しれっと。しれっと一人外れてんだよ。ななみか。頑張ろうねって、寝てるの起こしちゃいました。寝てるの起こしてしまいました。カラヤくんの眠れませんか。これ上に行くとおそらくいないんでしょうね。いや、ちょっと、あれなんかおかしいな。いるんですけど。まさかのいる。いや、パーティーに入れてるんですか。バグですかね、これ。じゃあ寝ます。おはよう。さあ今日も一日頑張ろう。同行者がパーティーに入ります。結局外れてんじゃん。誰がいるの？ビクトールがいるのか。300年の因縁を断ち切るため。あれ、今度はこっちが寝てるんですけど。Z セット。いや、夜しか活動してねえのか。なるほどね。ようからやったの、やばいことになったぜ。なになに？俺のリーと、足の妹分のローエンがネクローズのやつにとっ捕まってるのが分かってさ。俺のところの使用人のマールを二人が連れられてるのを見たんだ。マールのやつは逃げられて、昨日隙に来て逃げ出してきたんだ、その途中で。とにかく急がないとネクローズのことは何をするか分からないぜ。本社はもともとしてるからじゃ、我らの従者と、自覚を持ってもらうのと困る。おはようございます、シエラさん。あら、おはようございます、クラス。まだこの態度。私、喉が渇いています。何かいただけないかしら。いいですけど。てん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 。ビクトルさん、シエラさん、カラエ君の、そろそろ決着をつけるときです。ネクロードにティントに忍び込みましょう。そうじゃ、わらも十分眠ったよ。気分がいい。しかし、どうする？どうせ奴のことはティントの周りのゾンビだらけだぜ。それならば、この村の東に洞窟がある。以前に行動したつが、落馬を起こして今でもその独創と構造が繋がっています。なるほどね。これでやっと行くんだ、東の洞窟。行こうぜ、カラヤ君。今度こそネクロの野郎と推してるのが繋がってるんだ。面白いですね。まあそうですよね。どっちも鉱山ですよね。ミクトール。はい。さあ行くぜ、カラヤ君。ちょっと闇の紋章持ってますね。いや、しれっと強えぞ、こいつ。
いや、強いっすね。闇の紋章だよ、まさか。あれ水ああ、そういうオチなんだ。置いてった。置いてきました。たらちゃんと突っ込んでくれますか。いねえ、いねえし、どこ行ったんだよ。いねえ。やべや止まった状態ですね。じゃあセーブしていきましょうか。セーブポイント、モフおじです。結構雑なタイプの人間だとは思うのですが、うん、朝夜のモフさんのご飯をあげるのを忘れたことが今のところ一度もありません。奇跡ですよね。まあここでいいっすよね。こっちもあんな。いや、ちょっとこっちもあんじゃねえけど。うわぁ、いやぁ、上から攻めるか。あれ、行き止まり？あ、まさかの行き止まりだわ。そうですか。ゾンビがメインか。そうでしょう。敵自体弱いね。大丈夫ですよ。なんか厳しい。うん、一旦で倒せるようです。金しょっぱいな。しかし1800。また二つに分かれている。繋がってるかな？繋がってるっぽいですね。行き止まりか。最初のところに繋がってる感じですか。いやー正解引いちゃったな。いっか、行っちゃおうか。もう一応超えますもん。
ブン。ブンブブン。なんだそういう駅にも。これ最初のとこか。上に行けん。いや広そうだね。あー滑る道、はいはい、この当たり判定わけわかんないです、マスターガープ、すごいの出てきました。この辺ですかね。違うんだ。来た来た。あーじゃあもうバレリアさんでいいか。いいやね。もうさ、飽きなくなってくるんで、チェックしますね。もうないっすね。いやー、置物預けてきやがったな。ここに来て長いダンジョンをしっかり作り込んできやがった。モフ王子です。窓を開けるとモフさんが警備してくれるのでうちは安全ですね。
ットコインとか行ってないんで、行っては問題ないと思います。いやー、どっちだ？どっちだ？肩からだ。ちょっと全マックスなんですよね。いやー、捨てるしかねえな。捨てるか一体。二つなんで、まあいいや、まず取ってみましょうか。うん、危ない。いいのあった。まあ、いいのあったね。いいのあったね。落ち着いたらまあ。新しいの出てきた、ネクローディア。手を横にしてるんですか。天使みたいな構えではないですね。うわぁ、魔法使ってくるのか。いやぁ、鬱陶しいなこれ。アイテム捨てた後にこれ。うわぁ、いや、マジ鬱陶しい。いや、痛いなぁ。まだ大丈夫。わぁ。いや、どっちだ。あー、こっち進歩っぽいっすね。銀の組や。いやーいた。いますね、あんなとこに。しれっといますね。特効薬、もういっか。通れないですね。あ、通れ、あ、通れないですね。さあ、宝だと思うんでしょ。箸伸ばしてるんですけど、そこはちょっと戻るのめんどくさいんで。いいや。いやあ、なんもなかったー。失笑。こうですかね。いや、ちょっとあの宝どうやって飛んでるの？無理じゃん。上から回ってこいと。いや、もう普通に行けちゃってますけど。行っちゃっていいのかな？これだ？あ、行けねえわ、行けねえわ。下行っ
手上か。こうか。いや、もうひどいとバッツだっつって。いやー、ボッケ捨てるか。倍返し。倍返しだ。あれですか。いや、この頃やってなかったと思います。倍返しと。欲しいですよね。前に来た瞬間にこうガンガンやってくる。いい痛い痛い。いやいや痛いよ痛い痛い。うん。ファーザー・メイザース、希代の、大魔法使いだ。うん、ここで何をしてるかわからんかね、君の、暗く澄んだ洞窟で思いを巡らすこと。それこそ真の魔法への道なのだよ。うわぁ、しかもこの時点で仲間になんでんだ。また後で来いってことか。いやぁ、めんどくさいっすね。また来るんであれば宝の会社あんま気にしなくていいのかな。とりあえず取ってるって感じにしましょうか。星のピアス。良さそうに出ました。ヒットポイント回復か。まあ、ジキスカッパーならもういらないですよね、これに関して。9、3、3、闇のマントとか。こっちでしたっけ。いやー、どっちかが正解ですかね。あ、宝だった。いやー、なるほどね。宝ルートだ。まあ、いいでしょう。風の帽子って言ってました。頭か。上がる、上がる気だ。オッケー。モフさんとオジアンです。先日略称はモフオジで決定しました。よろしくね。
さはここしかないです。あ、この中に入れるのか。なるほどね。いや、まだ続くんかい。いや、まさかな、中間ポイントかよ。ぽいね。いやー、続くんだ。長いね。あそこに通して上から行けってことか。長く押さないといけない。ちょっとずれてる？ちきしょう。あれ？ちょっと待って、ずれてるよ、これ。いや、ずれるんですけど、いけるかな？いや、無理じゃん、こんなの。なんだ、これ。いや、意味わかんないっすね、このずれ方が。こうか。よし。しかもなんか普通にあるんですよ、こっち。いやー、これ行ったらリセットされそう。あ、行けねえわ、そもそも。そもそも行けなかった。あれ？ちょっと待って、必ず、ああ、余計なことやっちゃった。いやー、余計なことやっちゃったね。いやー、もったいねえ。まあ、まあ、いっか。6000なら。金払わず逃げれるんですね。初めてやった。着いたかな？着いたっぽい。いや、ここにセーブポイント置いといてよ。ミキトール先に行け。なんで何か出るのか。出てきたね。このミツって、うわ、でかっ。いやー、でかいな。ここでこんなの出てくんの。いやー、これ大丈夫かな。これ飛ばさないと無理じゃねえの。いやー、連戦はしたくねえな。いやー、温存した方がいいっすよね。ネックローブがいるんで。いやー、通ってますね。雷が弱点なんだ。いやー、全体範囲だよ。うわー、鬱陶しい。まだ大丈夫っすね。いやー、使わざるを得ないっすね。使ってもいいですけど。
いやー、倒れねえ。いやー、これぐらい倒れてほしかったっすね。いやー、しっかりボスだ。しっかりボスですね。ブン、ブン。使いましょうか。あんま使いたくなかったんですけど、これにしとくか。70回100ぐらいいけるし、死ぬてできたんだよこいつ。おー、倒れた倒れた、オッケー、よし。さらばなんでカラエくんだけ決めポーズするの。よっしゃ、47乗った。うん、嫌な気合いをした。ネクロだね、くだるの罠。え、てめえ。おとりに使いました。なんじゃ、恩師も無事だったの。くそ。さあ行きましょう。シエラさんに逆らってもらうんですよ。いや、相性いいですね。この二人。いや、セーブポイントねえか。ついたっぽい。あれでもさらに洞窟に見えますけど、すごいことですね。これで鉱山側についたとか。いや、こっちはこっち広そうなんです。エンカウントしなければラッキーです。ではない、あれ、上ですかね。うわ、変換するわ。逃げるなんで隠したではないですね。モフさんとおじやんです。ここ見た、先日略称はモフおじいいで決定しました。よろしくね。うん、そうっすよね。一回来てるもんね、ネクロゾヤ。よし、オッケー。さあ、問題こっからっすね。ふう、やっと地上に出られた。
ここまで来たのはいいが、ネクロのやつはどこにいらないの？まあ、あの教会のところでしょ。奴のことです。一番いいところ使ってますよ。どう見ても見つからないよ、気をつけてください。もうまさにネクロードにうってつけの場所ですからね。ネクロードのため用に用意してますからね。あの場所。ちょっと待って、そっけーで行けないってことですか、この場所か。あいつがいるところは通れないと思う。こう、いやー、ちょっと待って、こうでしか行けねえよ。これで行けるか。通れないです。いや、通れないですよ。チキショウ、結局戦わなきゃいけないんだ。そう考えると2連戦きついっすね。セーブポイントがないし、ちょっと戻ればありますけど、よし、消えろ。よっしゃ、消えるタイプだ。オッケー。入ってみましょうか。あ、もう誰もいないっす。これは戦ってないとダメなの。しょうがないっす。ついたかな？オッケー、いない。ついた。よし。この中にいるようじゃ、ふわらわに感じられ、月の紋章の力が。でしょう。ここしか考えられないですけど。で、まず、ここでしょ。ここ回復しなくていいな。行きましょう。多分この扉の子でしょ。ハンターとしての感じですかね。よし、行くぜ。いいな、カラー君。まだ心の準備が。やでやがねえから無理です。パーティー来て。ふわーん、返してよ。父ちゃんのところに返してよ。この野郎、何が70番目の花嫁だ。こんな小さい子を捕まえて。ふわ、花嫁候補になってんだ。私には無限の命がありますからね。彼女が大きくなるまで私のもとでレディーとしてのしつけをしてあげますよ。気持ち悪いこと言ってんじゃねえ。あとな、なんで俺まで捕まえやがんだ。俺も花嫁にしようってのか。冗談じゃありません。あなたのような下品な女、趣味ではありませんから。あなたはそうですね。なんだって、俺のどこが下品なんだよ。そういうところが下品だと言ってるんですよ。まったく。相変わらずやりたい放題っす。おい、邪魔するぜ。
あ、それ今回はピアノを合わせ弾くシーンはないんですね。あれも一回だけありましたけどね。ビクトルどうやってここに、まさかあのストーンゴーレムを倒したというんですか。うるせえ、ごちゃごちゃ言ってんじゃねえ。こっちはのてめえを倒せるかと思うと、嬉しくて震えがきやがるぜ。私に勝てるとでも言いたいんですか。その生クラケンで。吸血鬼、わしは戦ったのに重いぞ。魂の隅々まで後悔させてやるわ。そうだそうだ、言ってやれ、精神剣。ビクトル、カラエ君、二人まとめてあの世に送ってあげます。僕の死体を有効に使わせてもらいますよ。け、そのニヤついた笑いが二度とできねえように、バラバラに切り刻んで、すりつぶして、火に乾かして、粉々にして、土に埋めて、上から照明が。いや、恨みが深いですね。それから掘り起こして、引っ張って、伸ばして、引きずり回して、それから、とにかくてめえだけは許さねえぞ。てん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 。相変わらず下品な男だ。しかし忘れないでほしいですね。私には人質が二人もいることに。お、これは。その、のんきに会話してる場合じゃねえよな。名演技でしたよ、ビクトルさん。おかげで準備ができました。あ、これでいいんだ。貴様はカーン。マリー家がこの日のために代々研究を重ねてきた結果です。これで、シミの記号は使えませんよ。お、お前、だが私には月の紋章の力がある。イニシエには十分だったからな。こんな結果を吹き飛ばしてくれよ。我が月の紋章、100人の血と100人の命を。我が月の紋章、その忌まわしき力を石橋風神眠りにつけよ。最強ですね、この二人。まさか、シエラ長老。長老だったんだ、しかも。400年前、わらより盗み取りし紋章、返してもらおうかな。その紋章の能力これ以上広めるために。さあ、言ってやれ。言ってやるぞ。やいね、クロード、年貢の納め時だぞ。よっしゃ、この時はするのをどんだけ待ったことか。ワンからですかね。おのれ、こんなところでついえてたまるものか。私は永遠に生きるのだ。だね、ネクロンス。しかも専用 BGM だし。やっぱりですね。うわぁ、専用 BGM だ。かっこいいっすね。飛ばしていきましょう。マジ。いやいいっすね。めちゃくちゃ BGM いいじゃん。コナミなんだ。悪魔城にかけてきてますよ。ちょっと。あ、あれ一時限だ。二回攻撃した。単体二回と。単体なら怖くないですね。あれですね、全体攻撃、毎回やってきましたけどね、前作。あれがクソ強かったんですけどね、当時。対策は全くできてない。120、100。いやー、ちょっと使えねえじゃん、全然。モフさんとおじやんです。先日略称は木おじで決定しました。よろしくね。カラエ君は引き続き攻撃ですね。違うかな。いや、使ってみるか、これ。的はなんです。危険なんですけど、いけるかな。そっちは絶対効かないんで、500当たってくれればいいです。
あ、とうとう、OK、OK、聞いてます。私が効かないからダメージになってるんですね。燃えろー。いや、しょぼい。しょぼい。いや、炎は耐性があるっぽいわ。しかも雷絶対効かなそうですよね、この流れ。いやー、全体範囲強え。ちょっと待って、強えじゃん。耐えろ耐えろ耐えた。よかった。危ねえ。怖え。体勢がいいっていうか、どうしようもできないですよね。できれば腹痛んで回復したいですね。火薬使います。ガラスの大事ですからね。火力上がるとか。まあ、どっちも同じぐらいですね。魔法自体の耐性なんだ。お、手を上げてる。よし、行ったか。よっしゃー、オッケー。よっしゃ、そんな強くなかった。いや、ワンの方が強かったっすね。オッケー。よし。やっぱ2連戦だったからってことですよね。はい。切り裂きの時だな。ストーンゴーレムとも2連戦だと思ってな。ちょっと弱めに設定されてるって感じですか。己。逃げられないと言ったはずです。我が祖国を作り、我が父に伝えし、事実だ。破れるものですか。シエラ様、お許しください。申し訳お返ししますか。ならば早押せ。あ、はい。まず好きの紋章ゲーム。これどうしてんの。あ、これで、引き継がれそうな。チエラが引き継ぐ。元に戻ったっていう感じですかね。確かに。ビクトル、わらわの世は済んだ。モンシアの好きにしてよいぞ。そんな、嘘。てめえに殺された俺の家族、俺の友人、俺の大切な人々。それだけじゃねえ、その何倍もの人間の命を貴様を踏みにじってきた。命乞いしても遅すぎる。おい、精神犬。やるんだ。滅びよ、吸血鬼。やりましたね。ゲス野郎め。これで、やっと、終わりました。そうじゃの。さあ、戻ろうぜ。ネクローズは死んだ。こんなところにもう用はないさ。そうだろ、カラー君。うん、オッケー。よっしゃ。よっしゃ、クリアできた。ここが気になった。あ、いけるようになってる。あ、ここに繋がってたんだ。なるほどね。はいはい。鍵かかってました。これ住民帰ってきたってことですかね。うん、いますね、普通に。住民全員帰ってきて。ははは。一応、ここの村長の家ぐらいは行っときましょうか。グスタフに挨拶してみましょう。あれ、いねえし。いや、グスタフもいねえよ。グスタフがいねえんですけど。でも、あれっすね、拠点に戻るっていう流れなんですかね。まさかの。
波金はあるな。鍛えよっか、ちょっと。鍛えましょっか。バレエ屋さんとか。ポーランドバリアさん鍛えたいっすね。第2は魔法しか使わないんで、まあ、後回しでいいっすね。ゴッドハンド。うん、簡単ないっす。イベント進んだね。もっと帰ってきた。ここから戦争が始め、どうなるんでしょうね。戦争もないってことですよね。お父さん、いい無事だったか。本日を倒しましたからね。怖かったよ。アリー様、ご無事で何よりです。おお、無事だったか、ローエン。ローエンの兄貴。てめえら野郎が二人揃って何してやがったんだ。トーローさん、治れだぜ。面目ねえ。カラエ君殿。カラエ君様、ご無事でしたか。ジェス殿がミューズの残兵をまとめて戻れられてましたので、ゾンビたちを突き崩すことができました。うん。カラエ君、お前はネクロードを倒し、ティントを解放した。なぜだ、お前がそれをする理由は何だ。もう逃げたくはないか。そうか。アウザ、俺は自分の判断ミスで多くの兵を失った。アナベルさんの願いはミューズ、そして同盟の地を守ることだ。そしてその任務は俺では全うできんことが分かった。俺はミューズ師匠代行の座を降りる。ミューズの方では、次の、ね、代行者はヒッチャーな、ヒッチャーなんだ。まさかの、ヒッチャー師匠になるの。ヒッチャー今チャーシュメングにいると聞く。お前もチャーシュメングに入るがよい。ジェシソン、あなたは俺はここには残れないよ。ジェス殿、共に戦った友としていいよ。あなたもまたチャーシュメン軍のもとで戦うべきだ。カラエ軍殿もあなたも目指したものも同じだ。つまらぬ理由で、たもとを分かつべきではない。うん。一緒に戦いましょう。カラエ軍殿。とつさきこ、あの時のこと。アナベル様はお前のことを気に入っていた。幻覚の息子が現れたことを喜んでいた。お前はその気持ちを裏切ってはいないのか。僕は裏切ってなんかいない。アナベル様を信じ、見るし、都市同盟のため、今日まで戦ってきたものよ。アナベル様を失った怒りをお前にぶつけていたのかもしれないな。アナベル様亡き今、俺は俺の両親に従って生きるべきなのだろう。カラエ君の今までの比例はお詫びする。俺も一緒に戦わせてくれないか、ジェスト。オッケー、二人増えたっていう感じですかね。増えたのこれ。多分増えたんでしょ。よし、ネクロドの念の納め時は終わりました。ああ、一気に増えてるっぽいっすね。いや、一気に増えてるっぽいが、すごいっすね。8人増えてんじゃねえかよ。村長とグスタフのとこに行けってなってますね。行ってみましょうか。いやー楽しかったね。ネクロード戦。グスタフ？グスタフ？どこにいるんだ？いや、いねえじゃねえけど。一回帰んねえとダメなのかな。あ、いたいた、いたわ。モフさんとおじやんです。現在生配信は怖かったよ。でもね、マルロが亡くなさないときだからもう大丈夫。モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、 Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。カラエ君、これは我ら鉱山ギルドへの友情の証だ。ささやかなものは受け取って。第一か。ちょっと気にいいじゃねえかうわぁ気にいいじゃねえかよ。もう一回整理した方がいいか。カラエ君のその雰囲気をぜひやっててください。第一だからいらないですけどね。
と一回戻って整理してから村長のやつ受け取りましょうか。あ、道具屋でもいいんだ。道具屋でもいいんだ。いくつか売りつける。お、掘り出し物ありますね。そういう意味か。どうしましょうね。フレーム君残さないといけないんですよね。いやー、これほとんど残しだな。残しっすね、基本的に。どうですか？いやー、他の仲間につけてあげた方がいいんだな。どっちかっていうと。適当に時点の仲間に入れ替えて装備させてみましょうか。どこにいるんだろう。見ていたから見つけてあげましょうか。さっきの強そうなやつとかを放りさせてあげようと思います。防炎は46、攻撃156、水か回復系ですね。なんかきついっすね。今の11、ああ、そっか、さっき育てたからですね。どこ行ったんだ、あいつは。いや、どこ行ったんだよ。いや、痛い痛い。こいつ11なんで強いっすね。一回やってみましょうか。フレイルも行ってます。こうして、で、ちょっと魔法屋に行きましょう。活気がねえのか。まあ、いいか、ここで売りゃいいか。あれ？知ってるな、相変わらず。ああ、ちょっと売るねえじゃん、ここ。めんどくせえ。めんどくせえな、もう。いやー、ないよ。防具屋に行くしかないですね。防具屋行く。ハーフエルメイン。エルメインがいい。基本的にいるんだよ。なんで銀の装備できねえんだこいつ。買えねえな。もうそうそう。
なぜかブーブーなことをしてやがって。外すで、カーネル。ああ、外せない。いやあ、そっか。なるほどね。固定なんだ。いやあ、じゃあやっぱり強いんですね、神は。神は強い扱いです。しっかりレベル上げれば強いんですよね。ここでフリックに変えるのもありですね。いやー、例えばこうしてやった場合は誰を連れてないんでしょうね。ナナミか、ナナミですね。ちゃんと無理じゃん。無理なんだ。ああ、じゃあ、ナナミでいいのか。この声優やらないとダメですよね。しんどいっすね。いっぱいになってしまう。いやー、これちょっと売りましょうか。これいらねえよ。クリアでしょ。私に行きましょうか。フリクエーター付けるこれで、北海道ビュー。モフおじです。モフさんを抱っこするとほっぺたを噛まれます。意地悪です。何でしょう。駅伝隊400。ああ、強いね、これ。強いっすね。定もしたいっすね。結構やることある。中国円だろう。全部風呂場に置いちゃおっか。かぶりすぎですけど。かぶりすぎですけど。
アイテムレザーこれ全部ですかね。もうこれじゃ置けないっすね。置けねえよもうカエルは変わってないっすね。であと畑畑あれなんかイベント発生したなんだこりゃなんだこりゃ風の噂に聞いてたこんなところにいたぜ驚きだ俳優何よあなた誰よこれ新しいなこの子我が名ウコン今料理の修行のため各地を放浪中ささあ、はいよ、料理勝負だ。もちろん、ただと言わんさ、我が家にさ、レシピを書けよ、サーブ勝負だ。どうするか、唐揚げ軍さんよ。頑張れ、はいよ。だって、急に来たんです。わかんないっすね。しかも書いていいじゃねえか。なんて書いてねえんだ。頑張れ俳優。さすがチャーシューもいいな。話は分かるぜ。勝負だ俳優。仕方ないよ。とりあえずやってみましょう。よくわかんないんで。うわ、始まったよ。皆さんお待たせしました。ただいま本日の料理勝負を始めさせていただきます。私、本日の司会を務めさせていただきます。フータンチェンです。よろしくお願いします。まずは本日の審査員の方々を紹介させていただきます。血の滴るようなステーキが一番と嫌なさ、驚きの狼男、ボンボン。常識人大丈夫、フィックさん、安心して審査が任せられます。ミューズ氏、君の出身、気真面目なハウザーも、しかし味の好みは中華とは言えない。その下は本人同様に大動きか、ビッキーさんです。以上4名して審査に当たっております。ビッキーが MC です。それでは超か、今回の挑戦者の方を紹介いたしましょう。今回の挑戦者は、ウコンさん。それではお待たせしました。我が軍の主義、廃業さんの登場です。なんだよ、これ。勝負は3品で行います。では、お二人には場所についてもらって準備始めていただきましょう。いや、3品もあんのかよ。前菜。気がしますけどね。サラダにして。しかも調味料があるのかよ。調味料なんか持ってきてないですけど、大丈夫なんですかね。レッドペッパー、醤油。いいのがないですけどね。塩にしておきましょう。浅漬けになっちゃう。メインを何にしましょうか、じゃあ。ピザでいいのかよ。いやー、じゃあ、唐揚げにしましょうか。唐揚げくん。唐揚げくんにはマヨネーズ。で、デザート。デザートあるかな？アイスクリームがありましたね。アイスクリーム。いや、これ調味料いらないでしょ。これいらないですね。はい。準備ができたです。早速料理を始めてもらうことにしましょう。皆さんも声援をお願いします。いや、よくわかんねえ。始め。何をすりゃいいのこれ。待ってりゃいいんですかね。作ってる。作ってますね。
そもそも唐井くん料理人なんかよっていう話ですけど。小さいのずっと止まったまますそれぞれの料理が完成したようです。まずは挑戦者の前菜が審査員の方が全国からトマト粒、それでは採点をお願いします。あまり高い評価は出ないよ。1221。次にチャンピオンの前菜が審査員の方が全国からバズけ、それでは採点をお願いします。勝った勝ったわ。まずまずの点数が出ました。まさかのサラダで勝った。続いて挑戦者のメイン料理を審査員の方が全国で。水餃子。お、高いっすね。まずまずの点数もありました。8、12、13点。チャンピオンは、オイリーカラーで。はい、いいね。同じ点数か。四川餃子。なんでデザートが餃子なんだよ。こっちはアイスだぞ。アイスクリーム。あ、いいんじゃないですか。勝ったんじゃないですか。料理勝負は以上の3品で行われます。合計得点はどうなってるんでしょうか。あ、勝った。ご覧の通り、本日の勝者はチャンピオン、IO さんに決定しました。本日のってのが気になりますね。まだまだあるってことですね。それではそろそろお別れしたいと思います。皆さんさようなら。うん、パスが廃業。その実は本物であったな。これは我が家に伝わるレシピだ。料理勝負は負けたいじゃん。これはお前の。これはレシピくれたよ。トマトスープのレシピをもらった。ありがとう。じゃあな、はいよ。また会う日を楽しみにしてるぞ。いや、そこに行きたかったわけじゃないんですね。いや、ちょっと、どこから行くのがいいですね。どうですか？こうか。あ、そうだよ。任せてください。んで。一旦はこれで、そうですかね。そうだったやつを普通にくれればいいんですけど、なんでモグラ叩きをやらされるのかよくわかんない。ははっ。やりましょうか、久々に。ははっ。初級でも無理なんだ。初級でもむずいな。モフおじです。モフさんを抱っこするとほっぺたを噛まれます。意地悪です。今回いけるかもしれない。いやー、追いついてね、追いついてね。いやー、ダメじゃねえかよ。残念でした。いや、追いつかねえんだって、速さが。おかしいよ、これ。難易度。本当に初級なんかやってくれ、むずいんだよな。この後に仲間集めになるんで、仲間集めやっちゃいましょうか。理解するのめんどくさいっすね。ご苦労さん、週が上で待ってるって、また何か思いついたのではないか。ちょっと、シーナ強制？いやー、だってシーナ強制かよ。入れません。なんでカーとシエラ残ってんだよ。いやー、じゃあ一旦斜め外しましょうか。もうしょうがねえな。
人で大丈夫？一人じゃないけど。一人じゃないっす。一ポイント減ってる状態じゃねえ。回復してねえじゃねえかよ、まさかの。回復しねえとダメですね。寂しいな、固定なんですよね。いやー、これシーナに話す前にやりたかったですね。いやー、あんなところで合流すると思わなかった。いや、同行者も外したいのにいなくならない。これ、普通車っていいのかな？いや、ダメっすね。ダメっすね。いろいろイベント始まるの。いやー、じゃあもうこの状態で、やるしかないんですね。しょうがないんで、もう連れてきましょう。ヒント。ヒントサンドってこっちと言ってんのかな、もしかして。なんでフリック後ろなの？レベル41なのはしんどいっすね。ここに飛べばよかったのか、そもそも。イヤメ見ればわかりますね。はい、イヤメ出ねえじゃねえけど。だってイヤメ出ねえんですけど。いやー、ここでいいのかな？すげえ謎ですね。
ああ、やっぱ合ってるわ。ここで合ってる、合ってるっぽいっす。いや、ティントじゃねえのに、ティントのサウンドっぽいっすね。こっちにいるのかな、そら。ブン。いやー、あ、いた、いた、いた、いましたね。よう少年、どうした？いや、悩み事ありってことだ。あんた誰？おー、すまんな。俺のゲオルグ・プライム。まあ、旅の戦士ってことだ。チャーシューメン軍のリーダーさん？知ってんだ。どうだい、少年。戦いは辛いか？まあ、楽しいってわけじゃないだ。どうだ、この俺を雇う気はないか？自分で言うのなんだ、俺は強いぞ、どうだ。お、来たね。本当ですか？ああ、もちろんさ、その代わり約束を交わしてもらう。この戦いが終わるまでの間、俺はお前のために剣を振るう。その代償としてお前はこの戦いを諦めないこと。それを誓ってもらう。いいな。うん。オッケー、仲間になった。ギルル。では、カラリ君の、今ここより言うと、わあ、力を振るおうか。お城で待ってて。なら、出番が来るまでゆっくりさせてもらう。こんな強えのか弱えのかもよくわかんねえやつ。いきなり使わねえよ。まあ強いんでしょうね。あんだけ自信があるんじゃないですかね。じゃあ次は、サウスウィンド。お、まずセット落とした。いいね。です。モフさんを抱っこするとほっぺたを噛まれます。意地悪です。テッサースウィンド。どこにいんだ。あいつか、あいつだ。ついに仲間にできる時が来たんだ。わしのガーンって言って、偉い坊主じゃ。悩み事あったら何でも申せよ。違うんだ、いい。なるほどね。はいはい。能力が足りてないっぽいっす。いやー、こればっかりどうしようもできないですね。パーティーだから、強いの集めてこいってことか。ってことっすよね。力が。低いやつを入れ替えて、強いやつを連れてこいってことか。オッケーオッケービットがいいっすね。ビットが弱いっすね。ビットが弱い。アイも弱い。
ちょっとシーナがちょっと弱いですね。まあでもこれで、足りてる気がしますけど。あ、スノーだからな。スだから足りねえのか。なるほどね。いやー、ちょっとシーナが邪魔っすね。この辺連れてけば確実な気もしますけどね。いやー、二人分取っちゃうんだよな。黙々とか強いっすね。カラクリマルも強いの。クリマルにするか。この辺が素になりそうですかね。そうですね。気がないです。あ、ゲオルグ強えな。めちゃくちゃ強いっすね、ゲオルグ。いやー、強えな。力191かよ、まさか。一回チャレンジしてみましょうか。ダメだったらシーナいない時にやるしかないな。また来たか、坊主。来たか。いや、坊主はわしか。さあ、何でも申されよ。来たね、来たね。仲間になってください。うん、では、こういうのはどうじゃ。本社は全員とわしとで敵から比べさ。わしが負けたら仲間になる。いやー、戦うのか。いやー、ちょっと待って、戦うのは想定してなかった。何すんのこれ、押すのか。押してる、押してる。力が足りてるから押せてるってことですね。おう、これは驚きだ。この岩鉄に勝つのよくある約束で仲間になる。オッケー、岩鉄が仲間。では、早速行こうか。バスさえいれば100人握りだ。あー、こいつも力タイプっすね。いや、ちょっとね、力79じゃねえか。弱っ。いや、弱えなー。探し、あと何回やらなきゃいけないんでしょうね。めちゃくちゃ時間かかるんだよ。ああ、間違えた。間違えた。必要なやつがいるかちょっと気になるけど、なさそうですね。ついてこいっていうのはねえよ。鉱山の洞窟。ああ、いたやつか。ただ、聞き耳はもうないですから、仲間にできないですね。100発生じゃないんで、仲間にする必要ないですね。あ、だからマークがついてるんだ。この3人は仲間にしなくていいんだ。あ、じゃあこれで終わりじゃない。はい。なんか
フォーザの洞窟のやつが、効き身があると仲間になるっぽいんですね。これやって180でそのままなくなるんです。なんで、する。今98なぁ、はい、あと10人ぐらいいると。じゃあ次回は広間に行くってところから行きましょうか。次回しましょう。よし、 OK。 じゃあね、まあそれでは明日やりますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。